この腰振りね、これ可愛いんですわ。ここポイントです。ここポイント。「あの日一緒に見た夢は」
はい、ミラクルチャンスね。俺一番好きこの曲。あのね、あの MC の時にね、あのマイクスタンドをね、一回ちょっと脇から取りに行くんですが、そこは可愛いですよね。あのちょっととことこね、行ってとことこ戻ってきて、マイクスタンドね、こう入れてね、そこは可愛いんです。モモニャンの可愛いとこ。じゃあ始めます。シークレットベース、君がくれたもの。おお。君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない。10年後の8月また出会えるの信じて、最高の思い出は。出会いはふとした瞬間、帰り道の交差点で声をかけてくれたね。一緒に帰ろう。僕は照れくさそうに、カバンで顔を隠しながら、本当はとてもとても嬉しかったよ。時間とともに流れる。
はい、実質これはモモニャンの曲です。ゾーンがカバーしてるみたいな、もうこれマジで実質モモニャンだな。いや最高です。オーバードライブ。おいやこれジュディマリ超えたでしょ本当に。ちょっとユキちゃんとコラボしてほしいよね。ユキフィーチャリングモモニャ、これは売れる、これは売れるわ。いいですね。
あ、ここかわいい、ここかわいいです。ここかわいいね。はい、ということで、早い。まだ舐めてないよ。はい、ということで、その通りなんですけれども、続いての曲が、今の、ああっつったらおっさんがいいとか言って、これ寒いよ、ほんとにこれ寒い、これ寒いですと思ったんですがね、ちゃんとモーニャンはいいじゃないと、この返しよ、この返しがすごい、モーニャンは即座にね、寒かったのをモーニャンの凄さでね良くしたっていう か、そこはまあいいって言った、あのその寒い人もあのモーニャンの凄さを見せてくれて本当ありがとうございますとね、もう二度と言うなと言いたいです、でも二度と聞きたくないけど、モーニャンの凄さを見せてくれてありがとうです。あーって言ってください。ちょっと練習してみるね、いくよ。ダイヤモンドだね、あー、おー、いいよみんな。本番もその大きな声でお願いします。あ、で途中モーニャンがあの会場を回るので、マイクが来たら元気な声で、あーって今みたいにね言ってください。よろしくお願いします。それではダイヤモンド、
ということで、以上、ももにゃんでした。ありがとうございました。またね。さーてさーて、はい、はいはいはい、見ました。今のさーて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 、もうね、おっさんの気持ちを分かってますよ。このちょっとしたね、こんなさーてさーてなんてすごい思うやんわ。さーてさーてて、さーてさーて、アニメのキャラでしか言わないよこんなのね。いや、よかったですね。これ完全におっさん受け狙いのね、選曲なんだろうね。うん、オーバードライブはなんかこうお母さんの好みの選曲なのかなみたいな、わかんないけど、ちょっと感じでしたね。はい、ミュージックスタート。これは可愛すぎます。これは可愛い、これは可愛いです。これは可愛い、これまずいね、これはやばいわ。いやー、ちょっとね、この衣装めっちゃ可愛いね。これ衣装なのかな、わかんないけど、いや、これはすごい可愛い。これ毎回来た時やってほしい。これですなぁ。モップニャはね、本当に可愛い以外にもちょっと色気もあるからね、すごいすごいよ。うん、これ13歳のレベルじゃないです、もう世界レベルですよ、もうね。じゃあちょっとラストいきますか。はい、いいですね、ヘビーいいですね。はい、じゃあ、タイガー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 、ありがとう。
にゃんからお知らせがございます。ももにゃん、今みくちゃで楽曲提供イベントに参加しています。今歌わせていただいたポニーテールとシュシュを作曲されたタダさんが楽曲提供してくださるイベントになります。最近いろんなプロデューサーさんとお話をさせていただくことがあり、ももにゃんはいい楽曲に出会えたらきっとチャンスが来るよと皆さんに言っていただきます。なのでこのイベントで1位になって楽曲をいただきたいです。上位以内に入れても審査員特別賞で楽曲をいただける可能性があります。少しでも上位に入って楽曲をいただいてチャンスをつかみたいです。皆さんご協力よろしくお願いいたします。ももにゃんならできるよ。そしてもう一つ、あさって8月27日発売の雑誌ヤングチャンピオンの裏表紙がももにゃんになります。イエーイ、買ったよももにゃん。ぜひ皆さんゲットしてみてくれたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで以上ももにゃんでした。ありがとうございました。ももにゃんありがとう。またねー。はい、というわけでおにゃん最高でした。いやーまあ、ティフでも会えて、愛劇でも会えて、いや、本当に、最高でしたね。おにゃんね、ぜひみんなで、応援しましょう。おにゃん、かわいいわ、マジで。すごい。でもさ、すごいしか言ってないけど、ね、ヤングチャンピオンのもう裏曲師ですから、13歳で、ソロアイドルで。すごいよ。ね、ほら、ね、これ逆だろって、ね、えなこよ、後ろだろっつってね、本当に。まあでもね、すごいよね。え、高校を見たらって、えなこの隣にももにゃんがいるよ。ってことでね、今日はももにゃんのライブを楽しみました。じゃあ皆さんまたライブでお会いしましょう。